ばんは、日月真嗣です。はい、皆さん見てますか？ということで、またちょっと、何曲か歌いたいと思います。今日は見ての通り座ってます。ちょっとゆるくやっていこうかなとか思ったりしてます。多分、ちょっと喋って始めた方がみんなが気づいて見てくれるんじゃないかと思いますので、ちょっと喋りますが、まあ、ライブがいろいろなくなってまして、もうまるっきりライブがないので、まあ、こうやって配信しようかなと、思ってます。いつも言ってますが、 YouTube の方ですね、100人登録がないと、生放送できないようなので、すいませんが、また後で、QR コード下に貼りますんで、必ず、チャンネル登録して、あの早く100を超やしてほしいなと思ってます。まあ、それまでは Facebook の方でね、やりたいと思いますので、また、応援の方よろしくお願いします。イエイ。いつもはね、あの携帯をね、あの画面をこっち向けて、あのインカメラで撮ってると後から見て左利きになってるんですけど、今日はあのちゃんと画面向こう反対向けてるんで、多分あの右利きになってると思います。ですが、あの皆さんが見てくれているのかどうなのか、こちらから全く見えませんということで、反応があるのかないのかちょっとわからないんですが、まあ、何人かでもね、見てくれたらいいなと思います。どうやらコメントとかね、あのいいねのボタンとかね押してもらうと、後からでも、その画面残ってますんで、後からねちょっと見直した時に、楽しみにできるように、どんどん、反応を入れていただいたらいいかなと思います。よろしくお願いします。そしたら、ちょっと歌います。今日は、前はちょっと会員特集をやってた時があったんで、 YouTube の方でね会員特集やってましたんで、今日は、香港少年特集をしようかなと思ってます。ということで、香港少年の歌で、ライブでねこれいつもやってます。紅の流れ星、そのあたりからちょっと喉鳴らしというか、なんというか、ゆるく、ちょっと練習がてらいきたいと思います。それではいきましょう。紅の流れ星。Bye.
今歌っててふと思ったんですが、3番いってないような気がちょっとだけしましたが、1番2番まで歌った記憶があるんですが、3番なかったような気がしますが、まあご愛嬌ということで、ライブです。失敗も含めてお見せしてますんで、まあ、ちょっとゆるい、ライブアでね、ライブやってるような雰囲気で、見てもらったらいいかと思います。皆さんよかったら、お酒飲んでくださいね。乾杯ということで、俺は水です。はい、皆さんは飲んでください。最寄り駅からね、家に帰ってくる間ももう店がほとんど閉まってますね。本当に、大阪とは思えない、奈良に住んでた頃のような街の暗さでって言ったら奈良の人に怒られますけど、本当にね、どうしたもんかなとか思ったりしてます。やっぱりね、ちょっと前のね、東日本大震災の時もね、節電っていうのでね、いろんな明かりが消えましたけど、ちょっとね、まあ、あれとはまた違いますが、まあ、あんな感じのね、ちょっとなんか世の中が沈んでいってしまうような、そんな雰囲気もありますので、まあ、できる限りね、吹き飛ばしていきたいと思います。はい、そしたら行きましょうか。これもね、香港少年でよく歌ってた歌ですね。さっき、まあ、実を言いますと、ちょっと一回歌ってみたんですけど、まあ、多分できると思うんですけど、いけるかな。ということで、ちょっと楽しい歌いきましょう。ながら人。旅から旅への毎日に本当の自分を探してる。永遠に出ない答えなど分かっていても、強いんですが、カナリアの悲しみ、行ってみましょう。
省略版にするとちょっと短いですね、この歌。また次やるときはちょっと伸ばしましょう。